金のホールマークフランスのホールマークホールマークもしくは、純文認証国印とは、各国の造幣局など信用がおける機関が、プラチナ、金、金等の貴金属で作られた製品の純度を証明する打刻で、貴金属製品の非に記号である。ホールマークの最初の使用は、西暦4世紀まで遡る長い歴史を持っており、消費者保護の最も古い形式であることを示している。 未だ実際の利用システムは解明されていないものの、東ローマ帝国時代の銀から5つの打国が見つかっている。中世後期になると承認された分析方法を合格した貴金属にその地方を治める政府によってホールマークが打国された。これらの分析は貴金属の品質の証明でより良い公共での販売を保証するものであった。同業者組合の時代では、 認可された審査官のマークは匠の証で、その多くは彼らのイニシャル、もしくは金細工使か銀細工使の紋章であった。一時期は金細工使も銀細工の区別もなく、すべてフランス語でオーフェーブルラと呼ばれていた。これらの名工は工房の質を担当しており、これらの責任者マークはフランスではルポアンソンデメートルとして今日では知られている。 この頃には、欧州主要国で純度が金20カラット、銀12から13ロットなどと標準化されたが、分析ツールと技術の不足で、部分的にしか実施されなかった。類旧制によって、パリ市長を任されたエティン・ブワローが交付した1260年金、在庫市の規定は、ホールマークがヨーロッパ最古の消費者保護の形態であることを示している。百七十五年、 フィリップ3世によって各コミュニティの単ヤのために銀の作品で使用するマークと打刻の直令を発布した。1313 13年彼の後継であるフィリップ4世はこれを金細工にまで拡大した。1313 13年エドワード1世は工芸者保護のために銀製品はスターリングシルバーを満たさなければならないという法律を制定し、 その条件を満たした製品に、表の塔を打刻した。1327年、エドワード三世は、ワーシップファルカンパニー・オブ・ゴールドスミスス設立を直挙で許可した。この本部は、ロンドンに設立され、ここから、ホールマークという言葉が発生した。江戸時代、金銀に国印という打刻が施された。1929年、 偽物を販売する悪質業者が横行したため、効果の製造や金銀地金への生成、分析で高度な技術を持っていた造幣局が大倉省令に基づき、金位証明業務を開始した。1973年、主なヨーロッパの国々は、ビエンナ・コンベンション・オン・ザ・コントロール・オブ・ザ・ファインネス・アンド・ザ・ホール・マーキング・オブ・プレシャス・メタル・オブジェクツに証明した。 これは共通の純度を証明するマークを使用することで輸出入の円滑化を目指す国際条約である。また、このコモンコントロールマークの後ろにそれまでの国の分析書のホールマークを打刻することも許可されている。資金石、蛍光 X 線解析、ICP 発行分光分析法などによって純度が分析されている。偽の プラチナ刻印の銀製指輪が見つかった事件で、造幣局は、後期合議像、不正使用容疑で、大阪府警に告発することも検討している。ベンソン、PL& ギルモア、RS ノンディストラクティブイメージングオブウォーン、オフホールマークスイングレイビングス、フロムメタルオブジェクツオブアートユージング、スキャニングアコースティックマイクロスコーピー。 ノーベンバー十五 15, 2004ドット ,EC& ケント ,JPC ビザンティンシルバースタンプスガンバートン・オークス、スタディーズ ,7 ワシントン、1961コンペア、ヒスターシャスレキシーコンデア・シュバイツ、ゴールドスミス・スタッチとオブ1260オンラインエチモロジー・ディクショナリー、e t y m o n l i n e c o m 二千十一年十二月十一日閲覧 コットバンク増平局のあゆみ P 八十二 ST マークホールマークビエンナコンベンションオンザコントロールオブザファインネスアンドザホールマーキングオブプレシャスメタルオブジェクツ銀製指輪に偽のプラチナ刻印表面ザラザラで不鮮明ありがとうございます。